朝から大変に蒸し暑い南国土佐の高知市高知県民体育館から具志堅用高記録のかかりました12回目のタイトル防衛戦をこれからお送りしたいと思います。すでにお客さんがいっぱい入りましたこの体育館でございます。さあ両選手がこれからリングに入ってまいります。ただいまより両選手入場でございます。青コーナーより挑戦者バルガス選手入場でございます。今朝10時の計量では 46.8キロ、見事1回でパスをしております。すでにもう今日は2回食事をとっているという会食感の挑戦者です。赤コーナーよりチャンピオン具志堅選手入場でございます。チャンピオンです。この放送は高知県民体育館から生放送でお送りしております。それでは今日の解説のお二人をご紹介いたします。もうお馴染みになりました、私のお隣が、ボクシング評論一筋の郡司信夫さんでございます。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。そしてそのお隣は、日本初代のフライ級の世界チャンピオンでございます、白井義雄さんでございます。白井さんよろしくどうぞ。よろしくどうぞ。この2人の解説でこの12回目の防衛戦をお送りしてまいりたいと思います。それからレポーターは、赤コーナーが TBS の平原慎太郎アナウンサー、そして青コーナーがテレビ高知の横山和正アナウンサー、この2人の情報を随時入れながら皆様にお送りしてまいりたいと思います。この放送は高知県民体育館から生放送でお送りしています。日本とチリ両国国歌の吹奏です。ただいまより両国国歌吹奏を行いますので、恐れ入りますがご起立の上正面舞台の方をご注目願います。最初に日本国歌君が代でございます。Thank you.
チリからはテレビ局が1社、ラジオ局が4社、そして雑誌新聞など6社の取材、全部合わせましておよそ郡司さん30人ぐらいの人たちが来られて、そうですね、張り切ってましてね、記者席なんか全部前列を取っちゃったりしましてね、えらい張り切り方ですよ。やっぱりあの白井さん、初めての世界チャンピオンが誕生するかもしれない、そういう期待はチリは大きいようですね。もう本当に期待がね、すごい期待ですね。そうですね、全部の記者がですね、持ってくんだっていうようなね、そういう意気込みですね。大統領からも激励電報が来てましたしね。そうなんですね、はい。一方具志堅の方はやはりあの先ほどもちょっと申し上げたんですが、まあ今朝の計量であったとき 48.8 キロ一発でパス、いつもですとニコッと笑うんですけれども、やっぱりそこも何かこう緊張していた、やはりあの白井さん、記録に対する緊張度かなり高いようですね。これはね、やはり あるでしょうね、はい、はい。ただあの郡司さん、そういう時でもそのプレッシャーをですね、はい、割にその自分の方へこういい方に引き込んでくるのがこの具志堅という選手なんですよね。過去の経験から言いますとね、はい、そういう形が一番多かったんですが、日本 の防衛新記録の7回の時にもやはり良かったし、そうですね、10回というその2桁の時にも良かったし、したがって今日の試合は非常になんかこう緊張感あふれるいい試合になるんじゃないか、そういう気がいたします。両選手の紹介です。世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオン、107パウンド4分の3、競泳所属具志堅陽子。WBA 世界ジュニアフライ級第1位、107パウンド4分の3、チリマルチン・ラムラス。アルベルト・パレマリー、同じくジャッジ、ロゲリオ・ペレス、レフェリー、ラリー・ハザード。なお、今、3人の審判団紹介されましたが、レフェリーがアメリカのラリー・ハザード、ジャッジ、同じくアメリカのアルバート・トレマリー、そしてもう一人のジャッジがパナマのロヘリオ・ペレスということで、今回は、指名試合1位との選手との指名試合でございますので、3者ともに中立国の審判ということになります。さて白井さん、試合がですね、まずどういう展開から始まっていくか。そうですね、この今日の展開はですね、はい、具志堅が先出ていくかですね、バルカスがですね、突進型なんですよね、トカット、はい、これで来るかね、これはちょっと分かんないんですけどね、具志堅というのはね、はい、案外重くてやりますからね。そうですね、何日か前までは具志堅陣営は 5,6 ラウンドぐらいまで様子を見て、そして、その後一気に行きたい、なぜならば相手はおそらくスタミナを後半なくすに違いないから、つまり水分を取りすぎているからというふうに言っておりました。おーっていきなりもう第一ラウンド始まったところから打ち合いを見せようとしておりますジョルチャです。足を軽く使っているのが具志堅、画面右側そして左側じわじわっとこれを追っていく、いわゆるファイタータイプでありますマルティン・バルガス、 WBA の1位の選手、具志堅陽子にとってこれが12回目、これまでの最高の強敵と言われておりますこのバルガスを迎えておりますが、この第1ラウンドは郡司さん、やはりお互いのペース争いになりそうですね。そうですね、具志堅慎重ですね今日は、ただあのバルガスはですね、はい、1回のナックアウトという数字が多いんですよね、1回2回、1回が4回ですか、2回が5回というふうな形でね、具志堅君はちょっとあの4ラウンドが最初ですがね、ナックアウトのそれから7ラウンドというのが一番多いんですよね、ですから勝負は後半に来るんじゃないんですか。やはりあの白井さん、はい、具志堅のそのノックアウトが中盤に来るというのは、やはり前半で自分のボクシングを組み立てて、そして最後フィニッシュへ持っていくというのはこれまでの形ですね。やはりね、相手をよくね、はい、じっくり見てね、それからやろうということですね、はい、まあ、今日なんかね、非常に足も軽くですね、あのいいんじゃないですか、足のスピードがいいですね。具志堅陣営の渡辺トレーナーの話では、このバルガスという選手は割合に単調で左からの攻め、
これがもうほとんどだということです。したがってこの左の今出しましたジャブあるいはストレート、これをまず外すことが大事なんだというふうに言っております。この左を食いますと右がすぐフォローして飛んでまいります。それだけに具志堅としてはその最初の相手の左を外すこと、それからまたもう一つは右回りを忘れないこと、この2つを今回は非常に厳重にやっておりました。それにはやはり基本的なフットワークが大事ということで、この軽やかな足、これを常に忘れないこと、これも今回の練習の重点の一つでした。右へ回ります。きっちり言われたことを白井さん、第一ラウンド守ってるようですね。なんかね、その通りやってますね。あと左のボディです。具志堅の左のボディーブロー、このボディーブローもなかなかこの試合にとっては一つの大きなポイントになりそうだという感じがします。とにかく1日に30本から40本のコーラを飲むという挑戦者のマルティン・バルガス、おそらくボディーが弱いに違いないという評判が立っておりますが、果たしてどうでしょうか。ちょっと考えられないほどたくさん食事を取るマルティン・バルガス。具志堅の左、おっと危ない、バランスを崩しかけました。またボディブローを出します。今のところ具志堅の方がスピードありますね、はい、スピードありますね、バルガスは、ね、あまりスピードないですね、はい、その間に力いっぱい打ってますけどね、あれほど力いっぱい打ってミスをしてスタミナがどこまで持つか、そんな感じもいたします。さて第1ラウンドは金さんの採点は10対10のイーブンに終わっております。赤コーナーの具志堅用高ですが、今日10時の計量があってすぐホテルへ戻りまして、早く食事を食べさせろと催促をいたしまして、ステーキ 250g、 サラダ、にがり売りのジュース、スッポンのスープと生き地、それからスッポンの雑炊などを食べまして、まだ足りないなと不満そうだったそうです。さて第2ラウンドが始まります。このところ少し減量をしなければならなくなってきました。一頃よりは食事を落としております具志堅ですが、第1ラウンドでおそらく相手の出方分かったと思います。やはり白井さん、あれですね、はい、バルガさんを思い切って振ってきますから、思い切って、ね、真正面に止まっちゃいけない、ね、これはもう絶対のことですね。それとね、パターンが大体決まってますね、はい、左、右、左フックと、はい、この2つの歩ですね。なるほど、具志堅もちょっと打たせる面がありますのでね、それが一番心配になります。打たしちゃいけませんね、はあ、まあ、軽快に足を使ってですね、右のリードを呼びしておくことがいいんじゃないですか。それとやはり白井さん、お互いのリードブロー、つまりバルガスにとっては左、具志堅にとっては右、はい、このパンチは大事でしょうね。そうですね、具志堅のボディ攻撃が1ラウンドから見られております。まるでヘビー級かプロレスラーのように食事をとりますバルガスですが、全くウエイトには問題がないということで、周りの人間は本当に日本人は呆れております。ボディーブローから顔面へと左右のパンチを出します具志堅、相手のパンチをかわします。口を少し開けまして、大きく息をしながら前進をしますバルガス。やはりファイター独特の不気味な雰囲気は確かに不気味ですね、はい、顔目ね、非常に不気味ですよ。大きく見開いた黒い目、具志堅もタイトルを取った時のグスマン戦とは戦法がまりっきり変わってますね。そうですね、あの時は一挙に攻め込んだっていう感じだったんです、はい、まさにあの時は恐れを知らぬ若者という感じでした。さすがに王者の貫禄も出てまいりまして、しかもタイトルを守る、これがもう一番大事なことだということは本人はよく知っております。今日は割合にこう打っては下がり打っては下がり、足をうまく使っています。また右から左、左がボディーブロー、いいストレートが入っています。ちょっと頭が当たりました、アメリカのラリー・ハザードレフリー。あ、ガードを絶対に下げてはいけない、特に今回は右のガードを上げて守る練習をしました具志堅用高です。相手の左フック、はい、バルガサのインストレートですか、フック意味の、はい、あれがなんか怖いんですがね、左のストレートボディへ、このあたり非常に自分のペースで試合を進めようとしております具志堅。第2ラウンド右へまた回ります。右のフックを引っ掛けました具志堅、また右のストレート、
バルガスも割合に打たれるタイプです。第2ラウンドゴングが鳴りました。グジさんの採点わずかに差が出ました。10対9と第2ラウンドグジケンが取っております。具志堅は身長が 161.5 センチ、脅威がまたこのところちょっと増えてまいりました。88センチということで、だいぶあの軍司さん体ができてきた感じがありますね。そうですね、あの状態も発達してきましたしね、それだけに白井さん、やはりあの最近は少し減量しなければならなくなってきたんですね。ああそうでしょうね、はい、しかしあの体はいい体になりましたね。体になりましたね。バルガスの左からの攻撃、お互いの相打ちの感じですが、あのバルガスの左のフックもなかなか鋭い、強いですね、ずっと一緒にパートナーをしてきた選手の話を聞きますと、やはりあの左はじわじわっと後で効いてくるような重いパンチだということを言っております。ああなるほどね、ドシンとするようなパンチなんでしょうね。そうなんでしょうね。ただあのちょっとねスピード感がないようですね。あの具志堅の方がはるかにスピードがありますね。やっぱりあの打つ前から力を入れてるパンチなのかもしれませんね。ああそうかもわかんないですね。岡部さん、はい、平原さんどうぞ。チャンピオンコーナーです、はい、金平会長はね、非常に出足は良かったと、はい、スムーズに出ていると、うん、そしてもっと動けという指示を与えたそうです。なるほど、あ動いた方がいいですね、はい、あの化学フットワークを使ってですね、相手をね誘導した方がいいんですよ、はあ、誘導してそれをうまくあの迎え撃ちした方がいいんじゃないですか。前半はやっぱり軍司さん、あのバルガスはですね、はい、これまであの世界タイトル3回経験して、そのうち2回が例のうまいミゲルカントなんですね。そうですね、やっぱりうまい選手に会うと本領をもう一つ発揮できない、突き抜けられないところがあるようですね。このように野生的なね、荒っぽさが暴露するんじゃないんですか、はい、やっぱりガンガンこう向かってくる選手に対しては負けずに打っていくという、そういう感じのタイプの選手のようですね、今日はうまくあの具志堅戦ってますよね。料理は後でするという感じで。なるほど、やはりあの言われた通り5ラウンドあたりまではあんまり無理をしない、ただしパンチはちゃんと出しておかないと相手がペースを掴んでしまう、このあたりがなかなか難しいと思うんですが、足を使っています。具志堅がこれほど足を使って第1第2第3ラウンドあたり試合をしたというのは、白井さんちょっとあんまり記憶ありませんね。いや本当ですね、本当にあの注意してますね、こんなに注意してやった試合ってあんまりないようですね。そうですね、あっと左、あ決めました、やめました、ちょっと具志堅安心したか、大丈夫でしょうか、ありましたね、バルガスの強い左、また左が下から出ます。具志堅の顔が少し赤くなりました。第3ラウンド、今度はカウンター、画面に刺さっていません、ちょっと腰を引っ掛け右のストレート、バルガスの打ち合いになります。バルガスの前で足が揃った、左当たった、右のパンチ、チャンスですね、これが左のアッパー、具志堅ワンツーストレート、ストレート右のフック、的確に当たっています、左のストレート、具志堅左、左のボディーブロー、ちょっと下がった、ここでゴング、いい打ち合いになりました。途中ちょっとガッツした具志堅ですが、後半折り返しましたので軍司さんの採点10対9と第3ラウンド具志堅が取っています。これがこの状態が1回から実現するかと思ったんですがね。今のシーンをスロービデオが出ておりますけれども、4回目、今のワンツーなんかでもいいですね、はい、非常にあの踏み込みがよく入ってますね。しかしその前に打たれたあの左フックがヒヤッとしましたね。あれはグラッとしましたね。はい、やっぱりあの左は軍司さん強いんですね。強いですね、要注意です。ジャブもかなりよく出るんですけどね、身長はわずかに具志堅が勝っておりますが、バルガスの方はリーチは 3.5 センチ長い、したがってあの左は思ったよりも遠いところからぐっと伸びてくるのではないかと思います。左のボディブロー、足が引っかかっておりましたので余計よろめきました。ほっと右ストレート、だいぶ顔にワセリンを塗っておりますバルガです。ですがやはりあの4月10日一番最近の試合で顔を切っておりまして、右手の中指も少しひびが入ったということで、その辺のところも十分に警戒してのことのようです。
日本に来てから練習の時も実に右手にはものすごい量の絆創膏を巻きつけてやっておりましたが、今日の試合ではまた顔面に大変な量のワセリンを塗ってきております。本当はあれほど塗ると軍司さん、あれ塗っちゃいけないじゃん、違反なんですかね、左のストレート行きませんね、はい、おっカウンター具志堅のパンチがだいぶ効率が良くなってきました。具志堅一歩下がってうまくあのカウンター狙ってますよね。今度は逆に踏み込んだ、このあたりは勇敢です。バルガスは例によってじりじりと出ます。同じパターンです。第1ラウンドからずっと同じパターン、具志堅が足を使って右回り、これをバルガスがベタ足で追うという体勢になっています。バルガス側にしてみればやはり白井さん、はい、一発いいパンチを当てなきゃならん、そういう感じですね。そういうことなんですね、じわ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 してですね、そして帰ってね具志堅に迎え撃ちされてるんですよね。そうですね、左今のようにね、打ち込んでも運転が足んないんで具志堅に反対にカウンターされてますね、やはり足がないのが辛いんじゃないんですか。そうでしょうね、具志堅にこれだけ警戒に動かれるとどうしても距離を詰めることができない。それと白井さん、やはり具志堅もあれですね、リーチの差のこの感覚が分かってきたという感じがしますね。それはそうでしょうね、はあ、もうよくね相手の一つの距離ですか、これをうまく掴んでいるんですね。このあたりは実にうまく距離を取って左踏み込んでの左です。また右左カウンターが飛んできます。バルガスとしても戦いにくい、左がだいぶ大振りになってきました。こうなれば具志堅に締めたものです。そんで具志堅がですね、エンジンがかかってきましたね。そうですね、何か3ラウンド一発フックを食ってからこう目が覚めたみたいな そんな感じになってきました。よく左ストレートがボディー決まってますよね。そうですね、ここでゴングです。具志堅の採点、また第4ラウンド下がって具志堅が取りました。10対9です。先ほどからたびたびこのバルガス選手の退職ぶりをご紹介しておりますが、例えば3日前の朝食をざっと申し上げますと、ハム8枚、パン10枚、卵2個から4個、そして特製ジュースが1リットル、果物、コーヒー1杯、それにコーラ1杯、これが朝食です。その他常に1日3食から4食、ビーフステーキは1回に 300g ずつ食べているという、それでいて一番軽いクラスのこのジュニアフライ級です。こんな選手はちょっと見たことがありません。試合は第5ラウンドに入りました。一回捕まえそうになったけれども逆に反撃を食ったバルガス、白井さん精神状態はどうでしょうかね。やはりね良くないでしょうね、はい、それとなんとしてもですね追う足ですね、はい、足が遅いんですね。そうですね、ですから具志堅が速いですからね、はあ、一発打っていてもですねやっぱり、捕まえることが難しいということになりますね。今珍しく右から左と出て逆の形だったんですけど、やはり踏み込みが足りないため届きません。ちょっと踏み込みがね、今3発目がね当たりましたけど、逆に具志堅にカウンター食ってますもんね。岡部さん、はい、バルガスコーナーですが、はい、岡山さん、指示はですね左を打ちながら前へ出ろという指示をトレーナー出しております。やはりその前へ出るというのは練習の時にもこう一歩大きく踏み込む足があったんですけれども、具志堅のこのスピードにはなかなかついていけません。割合に攻撃パターンが単調ですから、この左を外しておけば相手の右は出ないだろうという予想がその通り当たっております。先ほどは深くの左フックを一発食いましてガクッとしました具志堅でしたけれども、その後逆に持ち前のファイト、見事にこれをひっくり返すほどのすごい攻撃を見せました。したがって今は全くの具志堅ペース、左が当たらない、右から攻めたがダメです。まあ、具志堅はですね、はい、相打ちをしないように気をつけることですね、早い回中盤あたりまでね、はい、これまでの3回の世界タイトルはバルガス、いずれもフライ級で戦っておりまして、先ほどからのその食事ぶりでお分かりのように体重がいつも低い、
少ない、したがってフライ級ではどうしてもパンチが足りないということがあったようです。したがってこのジュニアフライ級が新設されたときにはこれこそ自分のクラスということですぐ転向したわけです。また具志堅のパンチが当たり出しました。いい距離です。具志堅の実にいい距離でパンチを出します。バルガスは手を出す暇がありません。やりのストレート、ミドアッパー、いきなりのミドアッパー。バルガスも大きなパンチを振っていますが、ちょっと白井さんパンチが大振りになってきました。大振りですね、大振りです。今のカウンターなんかいいですよ、具志堅のショートのね、具志堅の右から左のカウンター、すぐ起き上がったバルガス、コテコング。第5ラウンド、大きく差が開きます。13と最低10対8、もちろん具志堅です。白井さん、いいタイミングでした。ああ、非常に見事でしたね。はい、ああ、本当に素晴らしいですね。ワンツーが本当にあの右からの素晴らしいリードブロー、そして左がこれに踏み込んでのフォローがあったということで、表情はほとんど変わっていないバルガス、むしろニヤッと笑って出てまいりましたけど、はい、さあこうなるとますますバルガスは力を込めて一発パンチ当てようと思って振ってくるに違いありません。そうなるとやはり逆に白井さん思うツボですね。そういうことになりますね、はい、ただまあ気をつけることはですね、まだまだ力ありますよ、まあ、ちょっと頭が当たりましたか、目を抑えています。右のフック、ちょっと左の目を気にしておりますバルガスです。あんなにやはりあの軍司さん、ワセリン塗りますとその塗ったのが目に入るんじゃないでしょうかね。自分の振りになると思うんですが、本当ですね、目をパチパチさせてますね。あ、だいぶ目をこすってますね。具志堅の右フック、また右フック、右ストレート、そのパチパチさせている、目を狙っている感じもありまして、この後の具志堅じわっじわっと勝負に行こうという感じ、料理をしようという感じ。いつもですとああいうダウンのあった次のラウンドというのはものすごくラッシュをするんですけれども、今日は実に慎重です。まだ警戒してるんじゃないですか。そうでしょうか、はい、岡部さん、ですね、はい、平原さん、その話を金平会長に聞いたんですがね、まだゴーサインは出さないと、まだまだということを言ってました。そうです、バルガスが反撃しようとしています。ものすごいファイトです。足が揃った、バルガス足が揃った、左のフック、右のストレート、面白いように具志堅パンチが当たります。強引ですね、バルガス。バルガス強引です。右アッパー、右フック、具志堅がカウンターを狙っています。右ストレート、右フック、バルガスも左を出します。また左の目をつぶっています。非常に左の目が見にくいようです。左のストレート、バルガスの足が揃う、飛び込んだ、右を振った、バルガス口の中が切れました。本当に強引ですね、ワンパターンで右のカウンターがまた当たった。それでも前へ出ます。左から右、これだけしかないんですね。ないんですね、パターンがね、本当に決まってるんですね、はい、もっと練習では多彩なパンチを放ってたんですけどね、やっぱり相手によって違うんです。しないんですね、具志堅が上体とそして足と両方うまく使って戦っていますので、パンチが当たりません。あっ、右のすごいカウンター、バルガスの足が白井さんよく揃うんですが、あ、本当ですね、危ないですね。あそこに踏み込んで打たれたら本当に効いてしまいます。しかしそれでもファイトはすごい、闘志はすごい。いく、ドロメーター、また具志堅チャンスだ、あんまり時間がない。右の服、これゴング、第6ラウンド13の回転、また10対9、具志堅が取りました。最接今日のこのマルチンバルガス、これまでの戦績がものすごくて、
プロでは60、これが7戦目、そしてアマチュアでも159試合やっているという大変なキャリアの持ち主です。まだ左目を少しこすっております。少し左目の下も腫れてきましたか、郡司さん。腫れてますね、はあ、この回は具志堅が一番ナックアウトの多いラウンドなんですがね、はい、その通りになるかどうか。しかし相変わらずその足は軽快に動いています、具志堅用高。右から具志堅の多彩なパンチが顔面にボディに非常に効率よく当たっております。その点白井さん、バルガスの方はあの無駄振りが多いですね。多いですね、まあ、本当に大振りって言うんですね、あれは、無茶打ちって言うんでしょうかね。本当に左を殺せば安全だってな感じです ですね。意外に思ったほどのテクニックはなかった。そうですね、あまりにも強引すぎてですね、はい、それでことにあの足のいいね、はい、具志堅には通じないですね。そうですね、はい、しかしまあ今日はクリンチが非常に少ない、具志堅が足を使っているせいもありますけれども、クリンチがほとんどありません。上から下と余裕が出てきました。具志堅のパンチ、ますます右のリードブローが冴えてきます。具志堅です。ちょっとマルティン・バルガスとしてもどうやって戦っていいか分からなくなった感じがあるんではないでしょうか。まあ、白井さん、踏み込んでいけばカウンターを打たれる。そうなんです、ちょっとね、あの下がってね、カウンターされるでしょ、これがやはりね、バルガスはちょっとやっぱ躊躇してますね。そうですね。さあ、ラッシュをする、ラッシュをかける、左、石剣また質が左、石剣の服が当たっています、石剣の服が当たっています、ストレート、バッチストレート、バルガスのパンチスピードがなくなってきた、右引く、左引く、すごい打ち合いになりましたよ。すごい打ち合いです。しかしバルガスも前へ出ます、バルガスも挑戦者らしく前へ出ます。なかなか気が強いですね、バルガスは。左服、左目の下がだいぶ切れそうになってきました。だいぶ腫れてきました。バルガス、具志堅のパンチが当たっています。左を出しますが届かない、バルガスの左は届かない。また逆にカウンターを振っています。ボディーブロー、すぐ上にパンチを返します。具志堅、バルガス右、左は空振り、ワンツー、これも空振りです。また空振り、ボディー、リードアッパー、具志堅のすごいパンチが上下、またカウンターを打たれました。バルガス、効いてるわけですよ。効いてるでしょうね、はい、しかし具志堅も無理をしない。左、右から左で当たりました。ジュニアフライ級に転向して連勝を続けているこの1位のバルガスなんですが、なかなかやはり具志堅の前には歯が立たないという感じです。7ラウンド、また郡司さんの回転10対9、具志堅が取っています。具志堅選手は今回は1月の末の試合から十分に休養を取り、2回キャンプを張り、たっぷり練習期間を置いてきました。従いまして今回は本当にやり残したことは何もない、コンディションから言えば最高ですということを言っております。本当にそういう意味では白井さん、最強の挑戦者と言われるバルガスを迎える具志堅陣営、今回はもう万全でしたね。本当ですね、もう万全にあの練習からね、はい、あのいい練習をしてましたね。そうですね。そしてしかも郡司さん、あの立てた作戦がみんな当たってますね。その通りですね、はい、大体最初から迎え撃たないような感じですか、はい、その通りやりましたね。1ラウンドにちょっと打ち合いになりそうになったんですけども、具志堅の方からむしろ矛を収めたという感じがあったのでねまた左、具志堅のカウンターが出ています。左、左ストレートに実によく決まりますね、鈍ってきました。
具志堅チャンスです。しかしまだ無理をしないか。ストレート2番バカブリ一本2度目のダウン。バルガス立ち上がる。バルガス立ち上がります。なかなかいいチャレンジャー魂をしております。マルティン・バルガス思うままのボクシングをして第8ラウンド見事なタイミングのパンチでついにマットに3回沈めました。見事な具志堅のボクシングです。1分42秒8ラウンド。いや白石さん今日の具志堅は強かった。本当に最後のねあの追い込みや締めがね素晴らしいものですね。はい、はい、ただいまより試合前の緊張感というのが我々にも痛いと伝わってきた具志堅なんですけれども、グジさんそれを見事にいい方に持ってきました。作戦の狙いというんですよ、はい、本当にうまい作戦だったと思うんですね。素晴らしかったですね。入れて変えたような作戦です。8ラウンド1分42秒が正式ノックアウトタイムです。さあスローでご覧いただきましょう。踏み込んでいって左のストレート、なおバルガスは構えますがここで振りほどいてボディーブローから右、そして左。あもう本当に爪のうまさ。ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行い、勝利を得たので次とですね、本当にあの素晴らしいパンチが出てね、もう息も使わせないっていう、まあ、このことなんでしょうね。いや素晴らしかったですね。ベスマンをやった時もこんな感じだったですね。バルガス選手が認定者の授与でございます。ております。試合が終われば両者は本当に素晴らしい思い出を持ってそれぞれの家へ帰るということになります。家へ帰るということになります。バルガスもこれほど強い王者を倒したんであるならば悔いはないでしょう。そうやけどね、倒されたんならば、はい、まあ試験に負けて満足でしょう。これだけ強い相手じゃ仕方がないと思いますよね。勝ちようがないですこれね。チャンピオンにTBS 福田総合、それにしても白井さんね、はい、第1ラウンドから我々ずっと言っていた今日の、具志堅は実に冷静に我慢をして戦っていた、本当に、ね、あの頭脳的にもね素晴らしいものがありましたね。そうですね、ことには深追いせずね、はい、ことに前半は足を使って、相手にじわじわ、前へね出してこだしてそれをうまくカウンターする、はい、ああいうところはなかなかやっぱりね頭脳的にも素晴らしいもんですね。そうですね、はい、まだまだこの後ノックアウトシーンなどもご覧いただきますが、ここでちょっとお知らせをご覧いただきたいと思います。チャンピオン具志堅陽光の8ラウンド1分42秒が正式のノックアウトタイム。嬉しそうです。さあ放送席に来てくれます。気をつけて。今の8ラウンドのノックアウトシーンをご覧いただいておりますが、チャンピオンおめでとうございました。どうもありがとうございました。今ちょうどノックアウトシーンがこれから出ます。覚えてますか？もう夢中だからわからない。あーそうでしょうね。もうとにかく自分のもんがもうみんな爆発しちゃってる。この辺りがもう相手がだいぶ弱ってるなという感じはおそらく分かってたと思うんですけどね。もうね、全部会長のことを全部信じてたんですよね。もう計算通りです。もう1ラウンドから本当こっちが良かったですね。そうですね、左のダブルしてると、ここで追い込んでいってワンツーストレート、フック振りほどいて左のフック、ストレートですね。手応え十分だった。これも全部
スパーリングで見せた、そうでした。全部公開スパー、本当の練習の通り。こんなに練習の通りにできた試合というのはそんなにないと思いますよね。このあたりもずっともう完全に相手は参ってるという感じがおそらく分かってたと思いますが、右のフックを最後引っ掛けて、しかしよく立ってきましたね相手も。やっぱしもうあれだけのキャリア持ってますからね。そうですね。もう僕はもうだから最初から強いと思っていた。しかしここはもう一気に行こうと言っちゃったでしょ。はい、もうセカンド会長の顔見たらもうゴーのサインが出とったから。ああなるほど。いや本当にこの時は嬉しそうでした。やっぱり12回目新記録というのは意識してました。もう最初からですよ、もうこれまでのない防衛戦のように気合が入ってたから。なるほどね、はい、もう今日試合前に控室伺った時もあなたはだいぶ緊張気味だったんでね、相当気合が入ってるなと思ったんですがね。どうでした？相手が強かったです。気合はとにかく入っていました。やっぱりあの作戦とすればあまり無理をしないで5ラウンド過ぎに勝負に行こう、はいはい、だから本当にも記者会見で言った通りね、会長が言った通りにとにかく作戦は4つあると、だからその中の1つはもう本当もう1ラウンドからもうゆっくり見て、だからもう相手のパンチがもうよく見えたんですよ。打ってもう、もうストレートの側も本当によく見えたんですよ。相手がストレート打ってきたらすぐ右にこう回ったところも、だから全部本当に練習の通りです。もうあんな出来具合ないですよ。なるほどね。今までのやはり自分のベストですか今日の試合。もう全部バクバクした体がもう。しかもね、この放送席に来てもらってね、こんなに綺麗な顔のチャンピオンっていうのはねあんまり記憶ないんですよ。もう相手もどこも痛んでないですね。ワンパターンしかなかったからね。こんなババッと一気に来る選手じゃなかったから。ここでまたご一緒にね、そのノックアウトシーンをもう一回見たいなんていうふうにも思ってるんですが、ここでちょっとお知らせをご覧いただきましょう。金平会長にもお話伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。いやね、試合前あの会長にお会いした時もちょっと緊張気味だったんで。そうですね、やっぱりね、相当意識しておられると思って。あのパールガシがあのすごくパンチがあるでしょう、からやっぱり最後まで怖かったですね。しかし本当に今日のチャンピオンは冷静でしたね。これはね、もう相手がね、パンチがあるから、だから絶対にですね、足を止めるなと。なるほど。そしてすぐバックステップするようにというね、その作戦がものの見事に当たりましてね。そうですね。まあ本当に良かったです。一発も打たさないで勝つというね、そういう作戦でいきましたからね。グラウンドあたりまでは あんまり無理をさせないんだということをおっしゃってましたけれども、もうね、最初からその作戦でしたからね、だから良かったですね、足を使わしたのが。まあその練習ばっかりやってましたからね、だから練習通りの試合ができたということで本当良かったです。今なんかでもちらっとあの見えた右へファッと回って相手のパンチを外す、これは本当にあの初めから終わりまできっちりあのチャンピオンを守ってましたね。そうですね、あのバルガス の VTR を見ましてね、これは絶対にバックステップと右へ回ることと、この2つを一番注意してましたからね、その通りの練習をやってきました。しかもあの、練習の時におっしゃってた、バックステップする時必ず身を出せと。そうなんですね、これも守られて、それも守りましたね、はい、やっぱりそれはあのチャンピオンものすごく相手の動きがよく見えたということでしょうね。もうね、本当言った通りバックステップね、これもずっと練習してた、リングの上がる前に控室で、バックで一時バックの練習してから乗ったんですね。なるほど、まあこれほど本当に作戦がぴったり当たってみたらこんなにあれですね、コーチをしている人にとって答えられない試合はないですね。そうですね、やっぱり練習の賜物ですかね。そうですね、もう練習の通りの試合をやりましたね。やっぱりあの普段のね、あの練習を一生懸命やりますからね、本当に真剣ですからね、だからそれが全部今日リングで出たようなそんな気がします。最近はあのチャンピオンも少し減量などということもするようになって、ややその苦しみが分かってきた。それだけに相手がたくさん食べてるなんて聞くと腹が立ったでしょう。今回やっぱりちょっと減量しましたね。しかしそういった苦労がやはりこの素晴らしい試合に結びついているわけですからね。
白井さん、このあたり見ながら何かございますか。実にね、こうやって見てるんですけどね、非常にあれですね、前後左右とね、はい、しかもね、大きくね、下がらないでね、本当に距離をね、うまく使ってですね、そしてこう、横へ行く、下がる、そして今度は自分がカウンター打つと、これは本当にね、頭脳的ですよね。そうですね。はい、実にね、見事ですよ。全部チャンピオン、自分の距離で戦ったっていう感じがあるでしょう。やっぱし、ストレートが当たった時はだいぶ自分の距離ですね。そうでしょうね。ストレートこうパンチが流れたら距離が遠いですね。なるほど。だけどボディが一ラウンドからもう本当に計算通りですよ。もうボディから。スケンクーク。そろそろこの辺りでワンツーストレートが当たり始めます。いいワンツーですね。いいワンツーでした、これも。手応えは。いや、これまでない右ストレート、左ストレートですね。そうでしょうね。最近ずっと一番いいストレート、まっすぐ。しかしそれもやはりちゃんと右から出てましたからね。素晴らしいパンチでした。さあ、ここでもう一回お知らせをご覧いただいて、その後ノックアウトシーンを見たいと思います。さあ、郡司さん、これから8ラウンドに入るところなんですけれども、はい、やっぱりこれほどのね、計算した通りのボクシングができたということで、あれですね、全くこちらの方から見ていても途中から心配がなくなりましたね。そうですね、円熟した具志堅君のボクシングを見せてもらったと思うんですが、はい、足とスピードの差ですね。そうですね、スピードがないからパンチを振ってもブロッキングもできましたですよね。はあ、しかもチャンピオン6ラウンドあたりから相手のパンチがすごく大振りになったでしょう。はい、もうだんだんとパンチが見えてきたんですよ。もう相手は勝負に来ていました、あの時。そうでしょうね。もうセカンドからも相手が勝負に出てますから。だからもうこの辺りで踏み込んでいっての左のダブルトリプル、今日は非常に、しかもこれがクリンチの少ない試合で見ているものをゾクゾクさせるようなファイトです。このラウンド最初のダウン。いやー、これはショートのストレートですね。もう自分の距離からの思いっきり腰が入って、もうここへ来たらゴーでしたね。でもね、僕はね、チャンピオンが非常に冷静だったですからね、はい、今日から目が見えてましたからね。なるほど。だから慌てるなという、むしろそんな気持ちでしたね。そうですか。はい、このあたりまだ時間があるという感じは持ってましたか。いや、もう2回ダウンだったからもうダッシュです。3、6だから。そうですね、ここでレフェリーが止めたな。おそらくもうこれはいい判断だったと思います。これ以上本当にやらせてはいけないというのはよく、難しい、非常に難しいレフェリーの判断なんでしょうけれども、まあこれでとにかく新記録おめでとうございました。どうもありがとうございます。素晴らしかったですね。ありがとうございます。やっぱり今一番こう何かどっと疲れが出たというか、重荷が降りたというか、そんな気がしてるんじゃないですか。もうなんていうの、体がガラッと来たんですね。もうボクシングの構えはもうできないです。そうですか。はい、もう手がもうだいぶ、今日おそらくどっとまた夜は疲れが出るかもしれませんけど、ゆっくり休んでください。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。会長もどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうぞ防衛記録どんどん伸ばしてください。どうもありがとうございました。
今集計が行われています。それにしても白井さんね、フローレス頑張りました、はい、さあ具志堅です。判定は具志堅と出ました。気力だけで戦った具志堅、しかし判定勝ちで V13 を達成することができた。